こんばんは来てくれてありがとうちょっとだけですちょっとだけお,ーおー <laughs> ちょっとだけですけどちょっとだけのおでこのちょっとだけのおでこのちょっとだけのおでこの固めです <laughs> ちょっとだけのおでこの固め すごいこれが噂のこれが噂のエイプリルフールのタワータワーですね <laughs> 嘘タワーか嘘だよって書いてあるすごいおーおーおーおおすごい

あさちゃん、スチッチありがとう。さち来てくれてありがとう。すごーいありがとうございます。すごいうおえー、すごい本当にすごい。これさ、本物が来たら、ちょっとわかんないよ。<laughs> ってぐらい、すごい量。うわ、すごい なんかさっちこういうのずっと見ちゃうんだよねこうなんか同じ光景がずーっとおーすごいちょっと待ってちょっとあっあっちにスのホあるよちょっと家族の家族の誰かあのこれのこれ見てたらちょっと画像録画してしててくださいで後でください <laughs> すごいうわーすごいなんか滝みたい。 家族の誰かか見てますかもし見てたら画面録画してください <laughs> すごいだってちょっと自分でやったらさ配信一回止まっちゃうからさそうできないんだけど流れ星みたいお願い事しよう今お願い事した心の中で。 じゃ今無理ってコメントあったんだけど <laughs> おおすごいありがとうございますああすごいわっ本当にすごいずっと見ちゃう 確かに集合体の人って鳥肌立ちそうこれ確かにえすごいよわすごいあっすごいあっちょっとあっちょっとあちょっとちょっとちょっとうわ そうなんよ。さち平気です。え嬉しいみんなありがとうめっちゃ嬉しい。おお。おおなんかもうすごいわ。おおってなる。<laughs> すごーい。皆さんステージありがとう。 チョールールムさんもエイープリール仕様になるとは思わんかったわ <laughs> 小魚 <laughs> どういうこと <laughs> こんばん来てくれてありがとうすごーい <laughs> <laughs> 楽しいカエルの卵やだやださちスチッチありがとうあ差し込める取り始めましたありがとうこのたくさんの中にありがとう今一瞬見えたよありがとうメール本日から取るとお得なのでお得うん 新生活だね今日からね世界で一番好きです見えちゃった告白見えちゃったフフ <laughs> 写真ゲットしました <laughs> ありがとうそう今日4月ね1日今日「BiS5 月号」の発売日なので皆さん絶対チェックしてください <laughs> めっちゃ嬉しくさっちも今日ね迎えに行ったんです実は。 そうでまず1冊買ってビスをで誰が出たかっていうとゆいかちゃんが出ましたああ幸さんいやーでもやっぱいやー自分が欲しいなと思ってじゃ、ね、家族に LINE して「じゃ何冊まで買っていいあ三3冊買っていいですか?」って言ってで3冊買って「もう3冊?」って決めて3冊買ってで。 3, 3冊目でやっと出ました自分が「地引き」ってやつだよ <laughs> やったね地引きしたよでちなみに2冊目は「リア中」そうだから3期生ビス5月号に出た3期生全員ゲットしました <laughs> やった まありがとう。さちさちちありがとう。さちさちちありがとう。こんにちは。来てくれてありがとう。すごい。おお。おおさちさちちありがとう。おーちょおー。こんにちは。<laughs> こんにちは。ありがとう。さち。 はちゃんスチーチありがとう昨日ねあのみちさんのコンサートで突っ込んで綺麗にしたんですよどうですか結構ちょっと何て言うんけ自分のこと評価することって自画自賛かなんだけどめっちゃうまくいった。 嘘だよだって <laughs> サッチサッチサッチさんスチスチ <laughs> 今日の夜ご飯はねお野菜と お肉を鍋で煮てごまだれにつけて食べたんですけどごまだれあれさごまだれって三つかんさんのねごまだれを使ったんだけどごまだれってあれさごまだれそのままで合ってるよねなんか減るの早って思っちゃって本当になんかもう半分ぐらいなくなっちゃってあれ っ思どうなんだろううだよって違うかじゃあ <laughs> 一緒に食べたいよってじゃあ鍋パーティーですかねこんにちは来てくれてありがとうごまだれスチすちちだよごまだれ初めて食べたんだけどあそのままで大丈夫あそのままで大丈夫なんだやっぱそのままか。 と納豆ご飯食べました今白菜がめっちゃ高いそうなのいつもキャベツ派だから白菜のコーナーは行ってない今日 <laughs> ポン酢と混ぜたら確かにポン酢も買わなきゃポン酢ちょうどなくなったんだお買い物リストに書いてたけどちょっと無視しちゃった今日あポン酢買わなきゃポン酢買わなきゃって言って無視してたそう。 でもごまだれにもさちょっとさ入ってた気がするポン酢がなんか酸っぱかったちょっとさっき来てくれてありがとうそう忘れちゃったんじゃなくて無視しました <laughs> 今日は一回ごまだれ買うからなんか調味料を一気に買えなくて謎のそう なんか謎に調味料一気に買うの苦手なんですよ、私。謎に一気に買うのが苦手で、調味料は2個ぐらいまでしかせいぜい買えないんです。謎、謎ですよね。謎の人なんですよ。だから一気になくなっちゃったら、おししく買ったん <laughs> すごいいいね。おししく買ったんって嬉しい。おいしい。 急の,急のお寿司たかか謎でしょちょっと謎すぎるんだよねなんかさ一気に買っちゃうとさレシートのささ値段がさ高くなるやんでそれは決してさ買いすぎとかじゃなくて調味料が高いからなってるけどなんか買いすぎちゃったって思うのが嫌だから調味料は一気に買わないようにしてます。 こんばんは来てくれてありがとうこんにちは来てくれてありがとうさっき来てくれてありがとうそうなんか買いすぎちゃったって思うのが嫌なんだよ <laughs> あちなみにいでかなうからもらったこれ前髪クリップ面白い女 <laughs> ちょうどいいのかちょうどいい のがあるんですねてかそんなのもあるんじゃ今 <laughs> 面白い女っていう守りたいこの絵が <laughs> スマイルスマイルえうしい面白い女って言われたことないなさすがに現実で言う人いるんかな面白い女 <laughs> どうなんじゃろうね こんばんば来てくれてありがとう幸さんあっほんとに幸さん4分の1だね私面白いおもしれ確かに言われないなら私が言おうかな私おもしれ女なんだって <laughs> 疲れた <laughs> みんなずっと連動してくれてるってことでしょう。ありがとう。みんなのおかげで私はこのなんか素晴らしいなんかすごい景色が見れてる今。<laughs> でも流れ星みたいな。十連ってさ指が疲れた。どんな感じなんの？もうタカタってずっと打っ,てるってことだよね。大丈夫？指つらないでね。 ちなみにみんなは何か嘘ついたんですかイープレフル今日今朝ねメールでささっち嘘ついたんだけどみんなの第一感情は。まあさっちなら食べそうですよね。<laughs> あ騙されたの嬉しい。 あのメールのポイントはホールケーキが一番に思いついて全部いろいろご飯があるんだけどスイーツだけだとさ嘘っぽいじゃんだからさっちが好きなカップラーメンとかの名前も入れてみたそれがこだわりですちょっとリアル。 あ、嬉しいメール取り始めましたありがとうございます嬉しい今日の初メールがうそうそメール <laughs> だったってことかなでもお差し入れはほぼ食べましたもんはさ大福も食べたよ今日でチョコレートも食べたしアーモンドケーキあのちっちゃいなんかフィナンシェみたいな やつも食べて、それは本当です。おお、今すごい。めっちゃ食べてると思った。我慢しました。本当はね。今日、ずっと食べたかった。 なんかプロダクポックンミョンっていうカップ麺があって韓国のねそれのトッポギバージョンをずっと食べたくて今日スーパーで目があったんですよで手にまで取ってこう手にまで取ってやめましたやっぱ買うとね食べちゃうからまたいつかのために行って買うけどさ私大体その日に食べちゃうからさそう今までのダイエットでさダイエットっていうか そういうのでさ、まあ、いつか食べる時用に買っとこうって思って楽しみに買っとこうって思ってさ買うんだけどさ大体その日に食べてるのよ。<laughs> で一番やばかったのはよ夜夜まで我慢して結構でも目の前に置いててしまってから食べちゃった夜に。 それ自体にね、怒っちゃうので、読めました。<laughs> そう、見たら欲しくなる運動ですから。<laughs> そうなんですよ。サチさん、すっちすち、ありがとう、すき焼きみたい。 眉毛そういいでしょ <laughs> ちょっと自画自賛眉毛昨日整えました今日はあ <laughs> ありがとう綺麗に整ってるやったそう昨日ね 朝にやったんだけどそうよかったうまくいってって思いましたねやばちょっと下から撮っちゃってたから目に光がなかったそうだよ今日は4分の1配信です明日がもう4分の1配信で 明後日がもう4分の下の4分の1配信で明あさってがえーと下のもう4分の1配信で4日に分けて4分の1配信をして最終日に全顔を見せますっていうのは嘘です <laughs> あかわいいありがとう口だけ配信はちょっとやだかも <laughs> ちょっとやだかもそれこんごまきてくれてありがとう 確かに実はサッチじゃないっていうのもありえますからね目に見えるものだけがなんちゃらこんちゃら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 みたいな「ご無沙汰です」来てくれてありがとう。 配信いいよ、うそ <laughs> 指がもげるありがとうみんな指の、よくね、レッスンの後にね、たくさん動いたから、ストレッチをね、たくさんしてね、絶対って言われるから、たくさん動いた後はね、やっぱストレッチ大事だから、みんなも指のストレッチしてね。綺麗なも嬉しい。あそうじゃん、アイドルスター、そうアイドルスター。 ボリューム5のはい出演が決定いたしましたありがとう嘘じゃないよこれは本当とだもん公式さんから発表してるしサチ <laughs> も発表させていただいたんですけどそう出演が決定いたしましたので東京で行われますパチ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 ありがとうおめでとうございますありがとうそうメートありがとう 4月29日、えー、っと月曜日祝日ですね祝日にあります東京でございます祝日にゴールデンウィーク3日目とかかなぜひ待ってます待ってでね和田真彩さんがねなんて言うんだっけああいうのアドバンサーみたいな。 アドバン何だったっけアンバサダーそれです <laughs> アドバイザーアンバサダーなんですよ和田真やさんがそうでねあまたでお会いできる嬉しいって思ったけど和田真やさんのご出演はないそうです <laughs> 悲しい悲しいけどまあ見ててくださいということではいそんな「アイドルスターボリファイ5 チケット申し込み始まってますので X にもね幸い告知をあげましたのでそこから飛んでいただけると幸いでございますぜひ待ってます来てねゴールデンウィークは STU48 で決まり5月6日にもねお台場で セブンスアニバーサリーライブをねそう東京お台場でするのでそっちも絶対来てください <laughs> 楽しみお台場行くぜやっしゃー <laughs> お台場行くよって嬉しい嬉しいめっちゃ ウィークマンションなんてあるのこんばん来てくれてありがとうあビス見たでって嬉しいそうビス発売なのでぜひ絶対チェックしてほしいな「肉を食べ」 <laughs> そっちいだちに会いに来るみゃんもね楽しみだね <laughs> びっくりした顔したらさちょっとここを見ないで隠しとこう <laughs> 確かに絶対雨降らないでほしい。 ボブボブボーズ <laughs> 作ろうねもし豆予報だったら。てるてるボブそうありがとう。 やった終わったありがとうずっとしててくれたんだね。ありがとう。いや、流れ星みたいで本当に綺麗。みんなもお願い事しよう。 あそっかサッチーなえますようにあおう, <laughs> 会お会おうあおあおあお願い事ねあお,おうあお叶えようえようサッチーが幸せありがとう幸せだよ毎日ありがとうこれから先もねずっとね サッチの顔が全部見ますよ、ね、すぐ叶うよきっと。さっちがきありがとう。毎日健康です。ありがとう。ーー <laughs> よいしょ。あ、亀子さんもお写真ありがとうございます。見てますよ、全部。<laughs> 全部見てますよありがとうねやっぱりね亀子さんの視線を見るとねやっぱりねサチはねこうやってね笑ってるんだなって思う全部なんかほぼこういうい顔だっただからもうずっとめっちゃこうやって笑ってるんだろうなって思って。 あニコニコさんでねニニコニコチャンネルさんで見逃し配信まだありましたのでぜひチェックしてみてください最初見ましたニコニコさんでモニカ夜明けだの時のさ、まあ、コメントが流れてくるんですよ <laughs> コメントが流れてくるじゃないですか嬉しいコメントがいっぱいで嬉しかった「黒るさち」ダブルセンターですのであの楽曲はダブルセンターをさせていただいた楽曲でございます かかっこよかったよ本当にしびれた嬉しいえそうくるさちくるさちいいねっていうコメントが多くてめっちゃうれしかったモニカの時のオーラすごくて繰り返本当に嬉しい本当に嬉しいホールライブで考えて 嬉しい本当に嬉しい陥楽陥楽出てた出てたらいいな確かに「くるさち」コンビは福山から誕生したのであっただねあの時はマジでなんかま,ま,ま全ったく喋った記憶ないかもあでもでも あれかもこっちだよって引っ張ってくれた気がする来島さんが来島さん <laughs> そう優しかった練り歩きね楽しかったそう練り歩きのさスクショとかもさ あのそう X に上がってるの見たんだけど練り歩きのさ時もさこの,この顔だったらくしほぼ <laughs> そうこうやって笑うんだなって思って普段はね普通なんだけど多分笑う時え分からん普段もこうかなったんかなどうなんだろうまあみんなが褒めてくれるので。 チャームポイントにしようと思いますいい笑顔嬉しい 最後さ D メロ「成長して会える日が来るいさ日がまた何も」からはね止まって踊るんだけどほ、まあ、本当にファンの方が目の前でそうめっちゃ近かったんじゃないかなって思いました。びっっくりしましまたかかい <laughs> いや目の前なんかーって <laughs> ならん自分がファンだったらなってたおー止まったー目の前ーってなこんばんは来てくれてありがとうみんなありがとうこんばんは来てくれてありがとう ありがとう嘘だよたくさん <laughs> もうすごいよもうすごいこれすごい確かに目の前って逆に緊張しちゃうかも。 <laughs> 嘘だよがすごい確かにね嬉しいよねさっも嬉しい。

嘘だよ流れ星を眺めてました <laughs> たまに「ピカピカ」がくるんですよね <laughs> 予想してなかった「ピカピカ」あ応援 応援偉いあ嬉しい <laughs> 嬉しいみんなでお願い事しよう。 ありがとう嬉しいあピカピカたまにピカピカが来るわーこんばんはあピカピカ <laughs> こんばん切ってくれてラーメン二郎が食べたいですもうすぐかないあでもかなわない時もあるよ、ね、だって <laughs> 私も食べたい今一番食べたいものはえでもラーメン食べたいかも結構 ピカチュウピカチュウ <laughs> 急なピカチュウいちごね行きたいって言ってるんだけどずっとなかなか行けないんだよねでさジロ系ラーメンって絶対むくむじゃんでさ初の試みだからさジロ系が だからさ、どんぐらいまでさむくむかが分かんなくて怖くて食べれてないのそうそう塩がねそうもう絶対おいしい。 でもあれは食べたことあるジローじゃないけどこってりしたラーメン横浜系ラーメンっていうんかな横浜系ラーメンを食べたことありますよ普通のラーメンよりはこってりこってりあ家系ラーメン私んて言ったっけ今横浜系ラーメンか家系ラーメンだえ家系がローはまた違う ああれは食べたことあるめっちゃ好きだった <laughs> めっちゃ好きだったほうれん草入ってるやつそうビビリョウだけどほうれん草入ってるやつ <laughs> えそれがさチャームポイントなん家系のラーメンの。 そんちゃんポイントえうずらもあった <laughs> のりもあったそうちょっとの緑が。 そう美味しかったスープ飲み干しそうだったもんそうさっちがラーメンに行くとスープを飲み干しちゃいそうでなるそれがね怖くてねそうだって美味しいんだもん なんかお腹空いてきちゃった <laughs> お腹空いてきちゃったよあピカピカ入室成功いらっしゃいやっほ一蘭あるよ食べたこと大好き一蘭も 昨日見てキャワチンえ、嬉しいすいません、片目で <laughs> <laughs> 寿司ねいや、寿司食べたいってね、さっきずっと考えてたいつ行こうかそう そろそろさじいちゃんとさお寿司食べに行かんとさ悲しいんだけど私でも山口帰れてないんですよね最近あちなみにビ i s の生写真はあの雑誌の中にね入ってますのではい1枚目に入ってます これですちょっあ後ろ面なのではいこれランダムですよランダムですビスさんでね あの、お肌をね、チアチアにしてもらって、めっちゃタイプなんですよ。え、順も店員さんに聞いた。<laughs> あの、生写真があるって聞いたんですけど。最近 <laughs> そっちに会えてなくて寂しい。たくさん会いに来て。 ちゃんありがとう私のやつくださいやばいまた <laughs> 私,私くださいちょ怖い怖いフフフフフフてフフフフフフ ちょっと今何時だということでめちゃくちゃ急なんですけど <laughs> そろそろ配信終わろうと思いますありがとう時間教えてくれて目が痛くなっちゃった かメしく映せなかったじゃあ本当で、ね「ちょっとだけです」っていうこのテロップはエイプリルフールだったってことで。<laughs> というこ13位はハッタさん12位ゴールドシップさん11位鳥取太郎さん10位かたむつりさん僕,僕のボディはむっちむちさん8位ギルスさん7位台湾の k o さん6位二十世紀ともちゃんさん5位ゆうたんまるさん4位笑らよんさん3位りょうちさんありがとう2位はのぶさんありがとうそして1位はくまねパパさん あありがとうですありががととううですすございますみんな素敵な嘘だよタワー流れ星ありがとう。指が疲れただろうからに。ストレッチしてね指の。こうやってビーンって。<laughs> ということで本日の配信はこの辺で終わろうと思います。今日はビス発売日でした。 みんなゲットしてくれたら嬉しいです。そしてねアイドルスターのはい東京で行われるアイドルスターのええー、とチケット販売も始まりましたのでサッチーも出ます三基研究生六人がね出ますのではいぜひ来てくださると大変喜びますですかねはいそんな感じですねエックスも投稿いたしましたのでビスのねお布施が ビスの？オフショットを x に上げてますので、チェックしてくださったら嬉しいです。みんなエイプリルフールだったけど、今日はどんな嘘ついたの？そうありがとう。嘘だった。帽子かわいよね。帽子可愛いよね。帽子可愛い,い,、ね、い,いよね。めっちゃ欲しいのあれ？でもみんな調べてみて。あの帽子かビスにもね載ってるのよ。 着用着用の服とか着用の帽子のね詳細がねしっかり載ってるんですよでお値段も載っててこれは尻餅ついちゃうねっていう感じでしたどういうことって思ったあそこのあなたははい「ビス5月号」ぜひチェックしてみてください <laughs> 他にもねいろんな48さんが乗ってたりそう STU からも5名返載させていただいておりますみんな本当にありがとう私は夢の美水に乗れて本当に嬉しい幸せな気持ちですありがとうということでこの辺で配信を終わろうと思います それじゃあみんな。今日も一日お疲れ様。配信来てくれて本当にありがとう。家庭用ってありがとう。ありがとうね。配信来てくれてありがとうございました。それではおやすみ。私は今から洗い物をします。おやすみ。あまた下から取っちゃった。<laughs> じゃあね、みんな。おやすみ。またねー。バイバーイ。